ママに会うために今一人列車に乗ったの。黄昏迫る街並みや車の流れ、横目で追い越してあの人はもう気づく頃よ。バスルームにルージュの伝言、浮気な恋を早く諦めない限りうちには帰らない。不安な気持ちを残したまま叱ってもらうわ my darling。